はい、どうも、あっとです。今日はですね、平日水曜日に行われます、全日本2歳優駿をやっていきます。まあ、地方の2歳 G1 なんですけども、まあ、なかなか面白いメンバーが揃いました。まあね、これ今あくまで予想オッズなんで、まんま当てにしちゃダメなんですけども、こんな2強にはなりません。間違いなくこんな2強にはならないです。もっとオッズが割れます。なぜならメンバーがすごい揃ってるからです。すごい楽しみなレースなのでやっていきますと、その前にまずこちらをご覧ください。まあ、私ですね、ブログを開設いたしまして、まあ、今ですね、主な内容は、重賞の予想、まあ、今回はですね、全日本2歳優勝をやっていこうかなと思います。まあ、そしてですね、前回出したブログの内容がめちゃめちゃ的中しました。まず、土曜日のチュン新聞杯、アイコンテーラー、10番人気3着を指名して的中。まあ、これもですね、たくさんコメントをいただきました。おめでとうございます。で、お次が、日曜日のカペラステークス、まあ、本命7番人気ジャスティンがですね3着来て、まあ、副賞のみですけどもね、まあ、高めが的中しました。まあ、そして極めつけはですね、香港マイル、1点的中です。まあ、カリフォルニアスパングルというですね馬がいたんですけども、まあ、1頭強いですね馬がいたんですけども、その馬をですね任して見事、勝ちました。まあ、単勝ね4倍ついたんで、まあ、上出来でしょうってお話ですね。まあ、一応私は7000円だけ買っておりましたということで馬券貼っておきます。まあ、このブログはね、どこにあるかって言いましたら、概要欄にぜひ貼っておきます。こちらは全部無料ですのでお願いいたします。でですね、ぜひお気に入りとか、ブックマークに入れていただけたら嬉しいです。まあ、大体ですね、レースがある、前日の夜10時か、まあ、朝の8時ですね。なので今回の全日本2歳優勝はおそらく火曜日の夜10時か、水曜日の朝8時には、更新できると思いますので、ぜひお願いいたします。はい、ではまずこちらをご覧ください。まあ、今回行われるですね、全日本2歳優駿、川崎戦力の特徴ですね。まあ、ここからスタートして直線長くて、まあ、一周して、まあ、ここゴールですね。まあ、直線は長いんでね、まあ、一見有利不利はなさそうに見えるんですけども、やっぱりね、どうしても内有利で、かなりのですね、前有利傾向がありますね。もうそもそも川崎競馬場自体がね、前有利なんで、まあ、これは覚えておいて損はないかなと思います。はい、では詳しく解説していきます。じゃあまず1番人気予想のこのお祭り男からいきましょうか。まあ、前走ですね、兵庫ジュニアグランプリを勝ちましたね。で、まあ、ここに来るわけですけども、ただね、このレースすこぶる兵庫ジュニアグランプリ組が弱くて、まあ、過去10年なんですけども、このレース兵庫ジュニアグランプリを勝ってここに出てきた馬、過去8頭いたんですよね。じゃあそのうち何勝したかって、なんと1勝しかしてないんですよね。で、毎年この兵庫ジュニア組ってのはめちゃめちゃ人気集めるんですけども、ことごとく飛んでるんですよ。で、戦績も1115と、5回着外があるんですよね。まあ、一つはやっぱりこの園田の1004と川崎の1006っていうのは形状が全く違いますし、まあ、距離がね一ハロン伸びるんで、まあ、そういった違いもあるんで、まあ、お祭り男はまあどっちかというと危険な馬になるのかなと思います。で、まあ、おそらく2番人気のペリエールですね。まあ、札幌の1007走って、東京の1004走って、まあ、ここなんですけども。まあね、地方が初めてなんですよ。それが正直心配なんですけども。ただね、これ前走、この東京のオキザリス賞ってあるじゃないですか。実はこのレースを去年勝って、ここも勝ったドライスタウトって馬がいるんですよね。で、今このドライスタウトと全く同じようなローテを歩んでるんですね。新馬勝ちしてこの置き去り主将ってレースを勝って、で、この2戦とももちろん圧勝してるんで、なので去年ドライスタウトという馬が地方経験なくてもこのレースを勝ちましたっていうことで、まあ、このペリエールに関しては僕はいいんじゃないかなと思いますね。で、鞍上もですね、今年はすこぶるダートに強いですよね。まあ、先週のカペラステークスも勝ちまして、まあ、チャンピオンズカップも2着になって、で、地方競馬はすこぶる乗れてる福永騎手なんでね、すごい信頼していいのではないでしょうか。で、まあ、後の中央馬なんですけども、例えば、まあ、このコパノハンプトンとか、まあ、このデルマ外影とかもいるんですけども、この2頭ってまず、まあ、地方経験がないと。で、基本的に僕ね、まあ、地方経験ない中央馬を買うのって嫌いなんですよね。なので、この2頭は、まあ、印は打たないと。で、もう1頭の中央馬、マルカラピッドも、まあね、1000人までしか勝ってないですし、まあ、兵庫ジュニアグランプリも正直ね、距離長いと思ったんで、負けましたんで、さらに戦力伸びてね、まあ、良くなることはないだろうってお話ですね。じゃあお前はね、他にどの馬を狙ってるんだって言われましたら、まあ、今回ですね、まあ、中央馬にはですね、まあ、やっぱり何個かいろいろ不安があるわけですよ。ってなったら、もう本命は
地方馬でいいと思います。2番の、ヒーローコールですね。まあ、前走はですね鎌倉記念、1500m なんですけども、スペシャル X を、難なく突き放して勝ちました。まあ、この馬はですね、まあ、徹底的に、川崎を、ずっと使ってまして、まあ1004と1005だけなんですけどもね、まあ、今回 100m です。でもこの鎌倉記念の内容を見ると、このスペシャル X、まあ、この2着の馬がね逃げたんですけども、この馬をかわしてからさらにね加速してるんですよ。なので僕は1006は全く問題ないと思ってます。まあ、あと、あの、枠も良くて、この、まあ、多分、長谷野ゴールドとヒーローコールがおそらく前行くはずなんです。僕の見立てだと。で、内枠入ったんでですね、拉致沿いをピタッとつけてですね、うまいこと2番手、3番手あたりから競馬できれば、まあ、強いかなと思いますね。で、まあ、先ほど名前出た鎌倉記念2着馬の、まあ、スペシャル X っていうのがですね、ここに出てるんですけども、まあ、この鎌倉記念も、まあ、逃げて、まあ、最後ね、捕らえられたんですけども、やっぱり僕ね、若干長い気がしたんですよね。鎌倉記念も最後ね、まあ3着には一応差つけましたけども、勝ったヒーローコールに差を広げられちゃったんで、まあやっぱね、本質的にはね、門別で短距離勝ってるように、1002、1004までかなと思うんですよね。まあ、兵庫ジュニアグランプリも、まあなんとか2着に来ましたけども、の距離伸びてね、僕はいいと思わないですね、スペシャル X に関しては。はい、って感じですね。で、あともう1頭が、長谷野ゴールドですね。まあ、この馬も川崎、まあ、前走ですね、1600m 走って、まあ、勝ってますと。で、やっぱりね、その1枠1番の、まあ、前行く馬、まあ、もしかしたら逃げるかもしれない馬、最初にも言った通りですね、川崎競馬場っていうのはもう前有利です、内枠有利です。まさにね、データ通りに行けばこの2頭がやっぱり熱いわけですよね、ってお話なので、まあ、ヒーローコールと長谷野ゴールドが僕は熱いと思います。で、あとは、まあ、門別の JBC2 歳のリアルミーとか、まあ、このオーマイグッネスとか、まあ、正直ね、この辺の馬も全然買っていいと思うんですよ。まあ、最初にも言った通り、今回正直めちゃめちゃメンバー揃ってるんですよ、このレース。まず、馬柱はざーっと見ると、すごいみんな綺麗じゃないですか。まあ、2歳戦はそういった傾向があるかもしれないんですけど、だとしても今年僕レベルかなり高いと思います、このレース。なので全然ね、門別勢も、食い込んできてもいいと思いますし、そもそもね、自信を持って今回いらないっていう馬が、本当に1頭か2頭ぐらいしかいないんで、あとはどの馬もね、展開次第で3着とかね、全然あると思うんで、正直難しいですよ、このレース。はい。なんだかんだ述べてますけど。ただ、まあ、ヒーローコールは僕はめちゃめちゃ熱いかなと思います。ということで最後印をつけさせていただきます。まあ、こんな感じですね。まあ、本命は、この地方の、まあ、ヒーローコール、まあ、対抗ハスのゴールド、まあ、中央馬はですね、唯一、まあ、ペリエールを入れました。で、あとの2頭は、まあ、門別の2頭ですね、このリアルミーとオーマイグンネスですね。まあ、ただね、これ何度も言うようですけども、オッズこんなに、偏りません。こんなに2強になることはないです。もし本当にこんなオッズになるんだったら、12と13を外した単勝全買いします。それぐらいかなり僕はオッズ割れると見てます。はい。なので、このオッズ全然当てにしないでください。間違いなくもっと下がるんで、単勝こんなつくわけないんで、って感じですね。まあ、とりあえずこの5頭で、まあ2と1をね、中心におそらく買っていくことになるかなと思いますね。まあ、別に中央部も買ってもいいんですけども、まあ、僕はね、今回、妙味を考えて地方馬から買うことにいたしました。はい、ということですね。これで以上になります。まあ、あとですね、まあ、ブログにですね、予想買い目も書いてきますんで、ぜひですね、概要欄に貼っておきますんで、お願いいたします。まあ、あとですね、お気に入りとかブックマークお忘れないようにお願いします。はい、本日はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。